ミヒャエル・ツォルクは、ドイツノルトベスト・ファーレン州ドルトムント出身の、元同国代表サッカー選手である。現在は、ボルシア・ドルトムントのゼネラルマネージャーを務める。1978年にトゥス・エフィンク、リンデンホルストから入団して、以来、1981年のブンデスリーガデビューから、キャリアのすべてを、 ボルシアドルトムントで過ごし、長年チームの首相を務め、ファンからも愛された選手である。通算463試合に出場し131ゴール、出場記録、得点記録ともに、クラブ最多記録である。1996から1997、シーズンの UEFA チャンピオンズリーグに優勝。その年の12月2日、東京国立競技場で行われた。 インターコンチネンタルカップでは先発出場、先制のゴールを挙げ、世界一に貢献した。1981年のワールドユースでは全、試合先発出場、優勝カップを掲げたが、A 代表とは、縁がなく1992年12月16日のブラジル戦でデビューしてから、わずか7試合の出場に止まった。父親のディーター・ツルクは、ボーフムでプレー経験のある、 元サッカー選手。引退後、ドルトムントのスポーツディレクターに就任した。fifa.com プレイヤースタティスティックス。ありがとうございます。